大森和代のいつもつながっているよ渡らせトーク。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、先生今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、いつの間にかもうすぐクリスマスですか。はい、ちょっとウキウキする、うん、なんとなくウキウキする時期なんですけども、ウキウキ、うーん、若いってことかとか言っちゃって、はい、ウキウキですね、やっぱクリスマスは ね、はい、そうですね、ウキウキ、ね、はいはい、される方も多いでしょうかね、はい、はい、楽しいクリスマスになるといいなって思ってます、はい、はい、でも不思議ですよね、日本ってなんか、はい、別にクリスチャンじゃないんですけどクリスマスって、ね、なんか盛り上がりますね、盛り上がって、お正月は、ま、お正月は神様に神社行って、はい、じゃらじゃらじゃらみたいな、でそうですね、で家族でお墓参り行って、はい、お寺行ってみたいな、もう忙しい忙しいみたいなね、いろんな宗教が混ざっていて、そうです ね、あの日本人は何でも受け入れれるという、これはね、広い心の持ち主っていう、はい、そういう意味でもありますよね。そういうふうに受け取ればいいんですね。ね、はい、でも最近クリスマスってすごい、あのなんていうんですかね、あの、まあ、クリスマス商品商戦、商戦とか、はい、バレンタイン商戦とかあるんですけど、はい、やっぱクリスマスは相変わらず1位なんですけど、はい、今まで2位がバレンタインで、はい、3位がホワイトデーだったのが、はい、最近2位は相変わらずバレンタインらしいんですけど、本当に2位と3位の差が少なくなってきていて、はい、3位がハロウィンになったんですよ。あ、だからもうすぐハロウィンがバレンタインを抜くんじゃないかっていう、ハロウィンもね、はい、あの収穫祭ですから、はい、ハロウィンの本当の意味も分からず、ハロウィンハロウィンって仮装して歩くんだとかって、はい、やってらっしゃる方もいるかもしれないんですけど、ハロウィン確かにね、あの楽しいですよね。そうですね、いろんなトリックアトリートって言ってお菓子をもらってPlease repeat. 先生の前で英語ちょっと何でした今トリコアトリートすいません日本語英語いやいやいや、はい、そうですね、はい、うん、そうやってお菓子の袋持って ね、 そうですね、回るんですよね、はい、うーん、はい、もうすぐクリスマス、皆さんも楽しいクリスマスをお過ごしください、はい、そう、あの先生、12月の初めの、はい、あの一宮講演会の時に、はい、あのご来場のお客様がみんな手に金粉がいっぱい出たっていう、はい、あ、ちなみに金粉は、あの英語でなんて言うんでしょうか、なんて言うんでしょうか、ゆみちゃん、ゴールドパウダーでしょ、あの発音が悪いですけどいやいやいや、はい、何でしょうね、はい、でも金の粉だから、そうです ね、ゴールデン、ゴールド、ゴールドパウダーか、はい、ゴールデンパウダーかななんか、ね、すごく皆さん手に出ていて、うん、こう先生が撒いてくださったんですよね、うん、あの金沢の時も、皆さん金粉出てきますよって、はい、出てる人って言ったら、それはもう始まってだいぶ経ってからだったので、それはもう半分ぐらいの人が手を挙げていたんですね、はい、今回は歌を最初に歌わせていただいて、はい、その後で、あの金沢でこうだったんですよって、今日も皆さんもこの高次元と波動があってくると、手に金粉が出てきますからねって言って、はい、金粉をこういう風に巻いたんですよね先生、ティンカーベルのようでした、妖精のようでしたっていうコメントもありましたよ。ティンカーベルも最近食べ過ぎでしょうかねそれでね、そしたら出た人って言ったら、結構の人が皆さんおーとか言って、はい、もうざわ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 なっちゃって、はい、ね、今度そういうこともやってみてもいいかもしれませんね、はい、これも物質化現象の一つなので、あの高次元のパワーを金粉っていう物質にして、あの出すっていう、そういうことなので、はいはい、昔あの、サイババさんが手から宝石を出したって、サイババさんにもらった指輪ってはめてる男性の方とかいたんですよ、はい、で見せていただいたんですけど、はい、まあ、あの手から物質化現象で出したっていう、その一つも金粉もそうなの で、 で、ね、前は本当に金粉というより金箔っていうのが出てきちゃった人がいて、ちょっと大きいということですか。そうなんです、本当にこの小指の爪ぐらいの、はい、こんな大きさの、はい、金がこうポンポンポンって出てきちゃって、わかりやすいですね。それであのこうやってあの、はい、なんか瓶に入れて保存しとくって言って、そういう方もいらっしゃったんですよ。不思議です ね、 ね、でもこの今金粉の話してるこの画像を見て出てる人いますよ、チェックしてみてください。はい、それでは先生、今日もいつものコーナーお願いいたします。はい、大森和代の愛のおすそ分け。はい、
今日ちょっとこちらの画面で読ませていただきます。ハキラさんからのご質問です。質問の部分だけ読ませていただきます。今4歳の幼稚園年少の娘がいまして、お友達に意地悪をされたことがきっかけで、もともと自分からお友達を作れるタイプでないこともあり、今幼稚園に行くのが辛くなってきていて悩んでおります。親として何かできることをアドバイスをいただけると辛いです。よろしくお願いします、というご質問なんですけれども、本当にね、お子さんがやっぱり他の子と同じように元気に園に通ってくれないって思うと、お母さんとしてはとっても辛いと思います。でも、ちょっとしたきっかけはお友達のことだったかもしれませんけれども、ハキラさんの娘さんの場合は、まあ、もう少しお母さんとも一緒にいたいという、そういう気持ちも結構お持ちだっていうふうにね、おっしゃって見えますので、また、自然な形で行けるようになるまで、まだ小学校ではないですから、今はお母さん行きたくないっていうんだったら、じゃあお母さんと今日は、まあお母さんが時間が許せばなんですけれども、まあお忙しいとね、ちょっとでも幼稚園ですから、多分保育園に入れてらっしゃるわけではないので、お母様も比較的ねお時間に余裕があるのではないかなと思いますが、で、じゃあお母さんと一緒に今日は遊ぼうと言って、少しお友達とのことでお子さんなりにトラウマができ、心が疲れているので、その心が癒えるまでは、じゃあ今日はママと遊ぼうと言って、お母さんと外で遊んだり、そういう時間も楽しむっていうのもね、もうこんな可愛い時期ってあっという間に過ぎてしまいますので、今だけですから頑張ってください。それとお母さんももっとこう同じ年齢のママ子供同士、同じ年齢のママ友とかを作ったりして、そこの子供さんに、うちによかったら遊びに来てくださいと言って、これは私もよくやったことなんですけれども、うちも娘はちょっとおとなしいタイプで、自分からこうお友達を作れるタイプではなかったもんですから、もう私がお母さんたちと交流をして、そこの子供さんをうち遊びに来ない来ないとか言って、子供さんに聞いて行く行くとか言うと、もういつも帰りに乗れるだけ車に乗せて子供さんを連れてうちに来てたっていうこと結構ありました。あとは、じゃあ走ってついてくとか言って、結構ね、みんなでうわーとか、もう8人とか遊びに来たりしてもらって、で一緒に夕方園の後、少し夕飯までの間うちで遊んでもらって、次々またお母さんがうちに迎えに来てくれるっていう、ちょっとアフタースクール、児童センターみたいな、そんな感じで交流させてるうちに、いろいろこう娘もどんどん友達と遊ぶようになってきましたので、お母さんも少しそういう方向へと努力してみてあげてください。その例がついていけないとか、そういうことではね、ないですから、はい、大丈夫ですよ。頑張って、育児、頑張ってね。先生、今日も愛のお裾分けありがとうございました。はい、ゆみちゃんも幼稚園の頃とか行きたくないとかってなかったですか？はい、幼稚園の頃はなかったと思うんですけどもね。はい、もっと大きくなってから。そうですね、背が低くて、こうちっちゃい子がね、ちびちびとかそういうのはありましたけどね。はい、それぐらいで、あまりそんな行きたくないって思いではなかったんですけどもね。はい、そうなんだ。はい、私なんか育児セミナーで話したんですけど、はい、実は幼稚園中退なんですね。はい、でね、幼稚園の頃は、はい、給食が大嫌いで、なんか私たちの頃って、なんか牛乳じゃなくて、脱脂粉乳とかって言って、なんか飲んだことないですかね。なんかミルクパウダーみたいな、はい、クリーム、クリープとか、あのような、なんかああいう粉ミルクみたいなのを、シャバシャバな。そうですよ、はい。あれなんか上に膜が張ってて、飲むとなんかムカムカしていて、気持ちが悪くて、はい、でもなんか給食が嫌だっていう感じで。それで、幼稚園にも行かなくなる。途中で嫌だって言ったら、うちの親すごい考えがシンプルで、はい、やめようかって言って、でもなんかやめたんですけど、はい、でもまたやっぱり遊ぶ子がいないので、はい、やっぱり行くって言い出して、だから結局1年間だけ行ったんですね。今3年とか行きますよね、はい、ね、少年中年ちょっと、はい、で小学校の準備のために、私はあ1年行けば十分かななんて思っちゃったんですけど、はい、自分の体験からね、でもその1年も本当に
給食が嫌だったんで、給食終わる頃に行ったりとか、はい、そんな感じで、あの、自由に行ってたんですけど、はい、それでも小学校は休まずね、ちゃんと通えたんでね、はい、大丈夫ですよ。はい。またお友達と遊びたくなって、幼稚園行きたいってなりますね。ね、今まだママを求めてるんだなって思います。はい。はい、それから先週、おまんじゅうのお礼を言うの忘れちゃってごめんなさい。かわいい。またお持ちいただいて。かわいくてまだ食べてない。私、このドラマも本当はよくわかんなくて、これいただいたとき最初、ああ、東京中央銀行ってあるんだなって本当に思っちゃって、で、ここで定期預金作ってもらった粗品かなとか思っちゃったんです。ごめんね。で、スタッフの方が、あの、このまんじゅうはなかなか手に入らないんですよ、並んで買うんですよとかっておっしゃったんで、はい、あ、そんなすごいまんじゅうをいただいたんだと思って、お礼を先週言わなかったので、はい、ごちそうさまありがとうございました。まだ食べてないですけど、はい。はい、でも、ここのなんか中でよく、土下座とかっていう言葉もね、あの、今年流行ったんですけど、はい、ここでなんかこのドラマの中で土下座とかしてたって聞いたんですけど、そうみたいですね。はい。ゆみちゃん土下座とかしたことあるんですか？土下座ですか？土下座はなかなか機会ないですけど、今年土下座ストラップが流行ってるのは知ってたんですけど、ない。はい、ないです。今まだ今のところはないです。そうですか。先生は、私はね、ご経験ありますか？なんか土下座って言われて考えたら、はい、あの、5回はあるんですよ。5回。でも5回土下座しても1回は許してもらえなかったことがあるんですね。そうなんですか。でもそれが、あの、うんと、こんなところで言っちゃっていいのかしらとか言いながら、あの、あるお方、会社なんですけど、はい、そこと、あの、私英会話スクールやってた時に、はい、あの、駐車場がこうちょっと一緒の駐車場で番号で分かれてたんですけれども、はい、で、あの、そっちに、あの、外国人の子たちを雇ってたので、分からなくって、はい、そっちによく止めたりしてたので、はい、で、すごい怒られちゃって。あ、その持ち主の方から。そう、あの、その、借りてる方から、はい。そうですね。でも何度もお詫びに行ってたんですけど、また外人講師が変わるとまた同じことをしちゃうので、はい、でも、もうなんかすごい勢いで剣幕で怒られたので、はい、で、ちょっと物を持って、はい、申し訳ございませんでした。お詫びに行ったんですけど、はい、こんなもん持って帰ってけーみたいな感じで、許してもらえないんですよね。はい、で、もう、あの、初めて許してもらえなかったので、もうどうしようどうしよう悩んじゃって、そしたら神様が、はい、なぜ外国人の若い、あの、講師の女性を連れてかないのかねっておっしゃったので、はい、女性を連れてけばいいのと思って、まあ、神様のお言葉には従いましょうと思って、はい、で、外国人講師の子たち、本当、はい、あの、結構若い金髪の綺麗な子ばっかりを雇ってたので、連れて、はい、で、そのおじ様ばっかり、はい、事務所に本当に申し訳ございませんってその人たちもごめんなさいって言葉を教えて、はい、その人たちもごめんなさいごめんなさいと言って、はい、でお詫びに行ったんですよね、はい、そしたら急になんか私の時と態度が違っちゃって、はい、なんかデレレレってなっちゃって、いや、すんねん何回も謝りに来んでもいいわって言われたんですよ。世の中ってこういうもんなんだって、私まだ20代、はい、後半だったんですけど、はい、なんかこういうねっていうすごい勉強になったんですよ。先生土下座していただいたにも、いや真剣味がなかったかもしれませんね。私の場合、その時ももうでも先生は神様のお言葉をいただいて、ということです、ね、意味わからなかったですよ。なんで外人講師を連れてかないんだと言われたので連れて行ったんですけどね、はい、なんかそういうもんなんですよ。そうなんですね。まだ若いからこれから土下座をすることも出てくるかもしれませんのでね。そうですね。はい、先生、来週がいよいよ今年最後の渡良瀬トークになりますね。はい、もっと怖いぐらい1年が早いですね。皆さんも早いですか、はい、もうでも何事もなくこうしてね、はい、また来週最終回を迎えられそうだということは、はい、本当ありがたいことですね。そうですね。はい、さっき金粉の話したらみんながなんか金粉が出てきたって、はい、ね、私も見ました、はい、ね、出てゆみちゃんも、ね、出てきたんですよ、はい、このあたり出ました、はい、これは本当連鎖していくので、はい、今高次元のパワーいっぱい降り注いでまずここにも、はい、はい、皆さんもどう出てきたそろそろ。はい、ぜひ、うん、ね、見ていただきたいですね、はい、はい、またじゃあ来週は、まあ、あの、振り返るというものはなんですが、来週ちょっと1年を振り返ってみたいなと思っておりますので。そうでございますか。はい。よろしくお願い申し上げます。はい。ゆみちゃんに仕切っていただきます。はい。ゆみちゃんはなんか、じゃあ次はこんなことを挑戦してみたいとかあるんですかね。
英語ですかね。英語。英語ですかね。Oh, English。 はい。もう、はい、今週はね、頭からちょっと英語の発音で、ちょっと先生にいろいろご指導いただいてまして、はい、英語の発音をちょっと良くしたいかなと思っております。ね、はい、はい。なんかね、ブログのコメントにも、英語を上達する方法って、海外にお住まいの方ですかね、はい、なんか英語を上達する方法ないですかみたいなコメントがね、はい、以前あったんですけど、やっぱり英語っていうのは、もう一番はその環境にどっぷりと使うこと、そして習う、勉強するっていう感覚より、むしろ英語で考える習慣をつけるっていう、言葉を英語に転換するっていうことをしていった方が、はいはい、早いんですね。自分で考える時もっていうことですね、うん、それを簡単な言葉でいいんですよ。本当に中1から中3までの教科書を全部覚えたら、はい、もうバッチリ、そうなんですね、英会話はもう日常会話ぐらいでしたら、はい、うん、できちゃうので、はい、だから例えばこう手を洗ってる時に、それを手を洗ってるって思うんじゃなくて、はい、I'm washing my hands とか、そういう風に今手を洗ってるとか、I'm eating とか、簡単なことでいいので、はい、それをこう英語で常に考える、はい、そういうことをしていくと、まず何でもそうですけど、言葉を得るときってまず耳が慣れるんですよね、はい、で海外お住まいなんで、きっと英語はテレビからもいっぱい入ってくると思うので、そうですね、耳はね慣れてくるんだけど、はい、聞けるんだけど喋れないっていうことがやっぱ多いんですよね、はい、でそれにはやっぱり英語で聞いたことと、いちいち頭で日本語を、英語を日本語に変えて、それをまた訳してってやってると、もうついていけない、会話についていけなくなっちゃうんで、はい、その英語を英語でまた考えて、はい、習慣づけるにはやっぱり自分でも日常生活の中で、はい、今やってるアクションを英語に置き換えるっていう、そうすると英語の夢を見たりするんですよ。あ、うん、英語で考えてる夢、あ、そしたら締めたもんです、はい、もうあとはバッチリ、はい、日頃からちょっと英語、うん、頑張ってください、ね、簡単な単語からでいいんですもんね。簡単な、本当に簡単なことでいいんですよ、はい、今自分は何してるかってことを英語にしてみる、はい、うん、そういうことで、はい、はい、もう I'm angry とかね、ゆみちゃん怒ってる、ね、私は怒ってるぞとか、はい、そんなことでいいので ね、I'm happy が来年は増えるといいですね。そうですよね、はい、そうですね、はい、はい、じゃあゆみちゃん言う See you next week を、なんかはい、一緒にいましょう、ね、そうですね、はい、じゃあまた来週お会いしましょう、はい、See you next week, bye, bye.